皆さんこんにちは、今回はこちら心優しき破壊兵器ということでこちらの16号の、イベントやっていきたいと思います。 Z ハードアイテムなし、いつものパーティーだったらクソ余裕でございます。まあ俺と言ったら何のパーティーでしょう。相手は地属性です。そう、あのパーティーです。それでは行きましょう。はい、今回のパーティーはこちらです。フレンドさんは KHZ さん、地属性の相手の場合は、まあ、当分はこちら悟空パーティーでいきたいと思いますので、フレンドの皆さんよろしくお願いいたします。超余裕っす。これだったら元気玉悟空いればね、クソ余裕っす。あと中何入れても正直 OK です。まあ何でもっていうか、このパーティー自体はまあスーパーサイヤ人のサイヤ人のリンクを発動できるようなパーティーにしてます。あとはまあブロリーだったりご飯は育成枠です。じゃあ元気玉悟空持ってないやつどうすりゃいいんだよって話ですけど、この動画の後半でそちらの方もやっていきたいと思います。とりあえず皆さん、こちらのパーティーの強さを知らない方、まずはこちらからご覧ください。それでは行きましょう。とりあえずクソ余裕なんだよねこれは。ただ必殺技がね非常に打ちにくいパーティーですので、気力が上がってない分、時間は多少かかるかなって思います。まあ多少と言ってもそんな変わんないと思うけど、まあでもこれだったらもう超余裕なんで、まあ行きましょう。まあ、必殺技ね、打てればね、ほんと早く終わる戦いです。ただ、相手のアタック、ディフェンスを、まあ、80% 軽減しますんで、はい、必殺技でこれです。クソ余裕、マジで。まあ、こっちの、キャラ自体が別にアタックとか上がってないんですけど、向こうの、ディフェンスが落ちてる分、まあ、食らうよね。普通に考えて。普通に戦ってれば問題なく勝てるですね。勝てるですねっていうか、勝てます。はい。通常攻撃でも、今見た通り500ぐらいなんで、本当に食らうのが。あとね、このご飯の必殺技超強いんで、ぶっ放してきます。まあ、必殺技打てば、まあ、早く倒せるっていうだけで、負けは絶対しません。必殺技打たなくても。はい、もう、こんな感じで終わりますね。なので、自分が元気玉悟空、そしてフレンドさんには持ってる方いたら、もうずっとこのパーティーでガード回していけば大丈夫っす。もう誰でガードしても大丈夫っす。全然食らわないんで。一番今この中のパーティー弱いご飯で、今受けますけど、はい、1500なんで大丈夫っす。はい、約ですね、なんだ ?6000 ぐらいか、食らったのは。ということなんで、この悟空さん、持ってる方いたら、もうこのパーティーで決定ですね。もう。ということで、次は、じゃあ俺、元気玉悟空持ってないよっていう方、用に、やっていきたいと思います。今回のフレンドさんは、ズルムケヤン聖司さん。大丈夫か、まあ、自分が持ってない体でと言いましたけども、まあ、フレンドさんに元気玉悟空いれば全然余裕ですよっていうことを、まあ、見せたいと思います。まあ、なのでまあ、フレンドのこの聖司さんのねコルド代用が、まあ、俺のリーダーだと思ってやってください。でフレンドさんがこの俺の元気玉悟空だと思って、まあ、見ててください。それでは行きたいと思います。まあ、この場合相手の攻撃ディフェンスが 40%、 さっきは 80% なんですけど 40% になります、軽減が。ただマジで食らわないから、
本当に。でコルド大王を使うことで、まあ、気力がねプラス3ということなので、おいいね、まあ、必殺技をね打ちやすくなってます、さっきより全然。なんで、まあ、今のでもご飯めっちゃ打てると思うんで、バンバン打っていきたいと思います。そうすればもう余裕。よし行きましょう。なのでダブル悟空でいかなくてもどっちかに、まあ、片方いればアイテムなしでは全然余裕っすね。はい、しかもねこいつ必殺技超強いから、まあ見ててください。こいつは UR 今マックスになってる、なってるよね、まあ、見ててください。いきましょう。5万、いいね。あでもご飯も ご飯の方が強いか。やっぱアブロリーもちょっと見たかったな、必殺はどんぐらい食らうか。このご飯もね強いんだよ。これこのご飯は持ってる方多いかと思います。イベントのご飯です。まあ、また、まあ、来るかと思いますけど、来たらもう絶対ねドッカン覚醒してこいつするべきですよ。本当超強い。イベントで手に入って今まで全然使えるからね。ダイーズってどんぐらい食らうんだろう。とりあえずまあ入れてる感じなんですけど、こいつはちょっとねこのパーティーだと孤立してる感じ。まあ、通常攻撃大体5000ぐらいだね。やっぱにしろはち、あーブロリーの必殺技どんぐらい食らうか最後見たかったんだけどな。残念見れないっぽいよこれじゃあ。いけるか。にしろはち、無理じゃん。その前に殺しちゃうか、死んじゃうなその前に。くそ最後ブロリー見たかったな。はい、という感じですね。まあ、実際今どんぐらいだろう、まあ、残ってる HP が3万ぐらいだったんで、このね元気玉悟空に縛られなくても多分コルドのパーティーで行って必殺技打ちまくれば全然いけるんじゃないかな。ちょっとやってみようかな。はい、今回の、フレンドさんはミケフリさん。やばいね全然育てなかったコルド。まあ、ちょっと試しに行ってみたいと思います。行きましょう。悟空をリーダーにしなくても多分予想だといけるはず。おいなんか嫌なマップだな。おい、込むか。うわなんか嫌なマップだよ本当。いけるかな、ちょっと不安になってきたんだけど。よし必殺技とりあえず打ちまくる。うん、でもどんぐらい食らうんだろう。多分2万5000ぐらい必殺技打たれたら食らっちゃうんじゃないかな。それが怖いな。はい、はい、あー打てない、マジか。
ああ強いねやっぱ。よし、じゃあこっちで行くか。あ、ちょっとミスったなこれ今の。あ、ちょっとミスった。まあ、いっか、これでいくか。しょうがねえな。さあブローリーどのぐらい食らわすことができるのか。強い、ブローリーの方が全然強いわ、ご飯より。さすがっすね。打てず。まあいいか、ブローリー最後打っちゃえばいいか。ここ耐えれなくても、耐えれなくてもじゃない、耐え、相手に耐えられても、うん、次でやりますんで、ブローリーさんで。でもこう必殺技打たれたらやばいんじゃない、やばいんじゃない。大丈夫だったね、 OK だね。よし、あ、でも悟空さん、さっき見て悟空さん見たっけか。いやでもブロリーでしょ最後は。気持ちよく確実にいきましょう。ふい、いや強い強い。ということで、あの3回やりましたけども1体も落ちず。ちなみに16号まだ2体ぐらいですね。10周以上、15周ぐらいしてるけどまだ2体ぐらいしか落ちてません。なのでみんなね、どんぐらい回って落ちたとかは、まあ、コメント欄でぜひ教えてください。そうすれば、まあ、みんながね見た時にコメント見れば、まあ、大体のね、ドロップ率わかるかなと思います。はい、ということで今回は心優しき破壊兵器、本当に優しい、16号でした。ドロップ率の方がねちょっと渋いかなと思いますけど、まあ、期間の方が10月の26日月曜日の23時59分までか、はい、ありますので、皆さん頑張ってね10体ゲットしましょう。ということで今回の動画は以上になります。皆さんまた明日の動画で会いましょう。さよなら、バイバイ、あ、バイバイ金、おやすみなさい。うわあ！